ゴルフの海外メジャー、全英オープンの中継からテレビ朝日が撤退する方向であることが12日、分かった。今季は7月18日から21日までスコットランドのロイヤルトルーンで行われるが、5億円と言われる放映権料で折り合いがつかず、82年から42年続いた歴史に幕を閉じることになった。地上波によるスポーツ中継は他競技でも減少傾向にあり、転換期を迎えている。表、23年のメジャー放送実績海外でのスポーツ中継は近年、放映権料が上昇の一途。複数の関係者によれば、視聴率が良くても採算が取れない状況が続いているという。ゴルフも例外ではなかった。1982年から昨年まで42年間、中継してきたテレビ朝日も5億円とも言われる放映権料がネックとなり、今回は苦渋の決断となった。全英オープンは1860年に始まった世界最古のメジャー。歴代優勝者のパーマー、ニクラウス、ワトソン、ウッズらが圧倒的な強さを見せたのはもちろんのこと。一日に四季があると言われる気まぐれな天候と強い風の吹くリンクスでは数々のドラマが生まれ、地上波を通して日本のファンにも馴染み深いメジャーの一つだった。聖地セントアンドリュースでは78年の3日目に首位を走っていた中島常幸が17番のバンカーを脱出するのに4打を要し、脱落。トミーズバンカーと呼ばれるようになった。5年には18番の石橋スウィルカンブリッジでニクラウスが立ち止まって現役に別れを告げた。99年には2位に3打差をつけていたバンデベルデが18番の小川に入れてトリプルボギーを叩き、優勝を逃すカーヌスティの悲劇もあった。82年から中継に携わった戸張賞キャスターと青木勲氏による軽妙なやりとりはゴルフ中継の名物となり、人気を博した。丸山茂樹が優勝を争った2年大会最終日には 11.1%、石川遼が17歳でうつらと回った9年の予選2日目は 13.1% の視聴率、ビデオリサーチ、関東、をマーク。今季は、復調した松山英樹が世界のトップ相手にマスターズに続くメジャー勝利なるかが注目されていた。一方でサッカーの W 杯アジア予選が同じく放映権料の高騰により地上波中継が減少。また井上尚弥が4階級制覇をするなど盛り上がったボクシングも昨年の世界戦はすべてインターネット中継へと移行した。全英も流れに抗えなかった。現時点では代理店の打診に対し、テレビ朝日に代わって中継の意向を示す他のテレビ局はなく、動画配信サービスの U-NEXT が交渉を進めている。男子ゴルフ関係者は、日本でメジャー中継が減るのはゴルフ界にとって衝撃、と明かす。今季の海外メジャーを地上波で見られるのは TBS による4月のマスターズのみとなる。全英オープン男子ゴルフの4大メジャーの一つ。1860年に始まった世界最古のトーナメントとして知られ、正式名称は唯一無比を示す定冠詞座をつけただけの、ジオープンと呼ばれる。戦争などによる中断があり今年、152回目を迎える。リンクスと呼ばれる英国伝統の海辺のコースでの持ち回り開催。最多優勝はハリー・バードン、イギリスの6回で、日本勢最高成績は1982年の倉本昌弘の4位。男子メジャー中継はマスターズのみ。男子ゴルフメジャーの地上波中継は今年から1大会だけとなる。マスターズは TBS が1976年から放送しており、今年も同系列での放送が決定している。全米プロ選手権は過去にフジテレビ、テレビ東京が中継も21年を最後に撤退。全米オープンは TBS、NHK、テレビ朝日が中継を行ったが、コロナ禍の影響もあり20年を最後に撤退している。五輪は NHK と民放で放映権共同購入、スポーツコンテンツの動画配信サービスへの移行が相次ぐ中、五輪は地上波中継を維持している。NHK と民放各社が枠組みを超えて番組を共同制作する放送機構ジャパンコンソーシアム、JC、を組織して放映権を購入。国際オリンピック委員会、IOC、に支払う費体は22年北京五輪と今夏のパリ五輪の2大会で440億円に上る。すでに JC は
26年ミラノコルティナダンペッツォ五輪、28年ロサンゼルス五輪、30年冬季五輪、フランスアルプス地方が有力、32年ブリスベン五輪の4大会の放映権獲得も IOC と総額975億円で合意済み。NHK と民放連の放映権料の折半比率は非公表だが、7対3程度とされる。今後さらに放映権が高騰すれば、JC から撤退する民放が出る可能性もある。34年冬季五輪以降も地上波放送が継続できるかは不透明な部分も多い。カタール W 杯は地上波3局撤退、22年 W 杯カタール大会では放映権料が約350億円とも言われるほど高騰。国際サッカー連盟、FIFA とジャパンコンソーシアム、JC の交渉がまとまらず、日本テレビ、TBS、テレビ東京の地上波3局が撤退した。14年 W 杯までは NHK、民放が共同で放映権を購入していたが、18年 W 杯ではテレビ東京が撤退するなど地上波による W 杯中継は年々困難な状況となっている。